生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え。生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え。生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え。原文は、ダグラス・アダムズの SF 作品、銀河ヒッチハイクガイドに登場するフレーズである。ダグラス・アダムズの銀河ヒッチハイクガイドは、イギリスのラジオドラマで、後に小説家。 テレビドラマ化、そしてついに映画化がなされた人気シリーズである。奇抜な、ほとんど意味不明の領域に近づいたアイデアと、軽妙な語り口を持つスラップスティック、スラップスティックイコールドタバタ SF 小説である。作中、生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えを問われた、スーパーコンピュータ、ディープソートが750万年の計算の末に出した。 答えが42である。同シリーズの日本語訳は新潮社から出版されたが、日本ではそこまでで止まり、派生文化を生み出さなかった。スラップスティックはドタバタであり、英語圏の SF 界でも議員がヒッチハイクガイドは異色の存在である。しかし英語圏でコンピュータプログラムやネットワークに趣味的にのめりこな人々には、 スラップスティック SF の感覚に高応する申請があり、同シリーズのアイデアを好んで取り上げた。例えば、ローグライクゲームのメッセージやモンスターの中には、銀河ヒッチハイクガイドに由来するものがある。英語からの移植版も、英語版を土台に、日本で発展したローグライクゲームも、銀河ヒッチハイクガイドの世界を、部分継承した。ネットワーク経由での再流入である。 このシリーズにおけるハツカネズミは、優れた知性を持った半次元生物が我々の三次元に突き出している部分である。ハツカネズミたちは、生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えを知るために、全時代及び全世界において2番目にすごいコンピュータ、ディープソートを作った。そのコンピュータが750万年かけて出した答えは、42だった。 ディープソートは研究者に向かって疑問とは何なのかに答えられるもっとすごいコンピュータイコール全時代全世界最も,もすごいコンピュータを設計しようと言ったそれはコンピュータ母体に生命体を取り込んだコンピュータであるそのコンピュータの名は地球あまりに大きいのでよく惑星と間違えられるしかし疑問の計算が終わる5分前に 超空間バイパスを通すための道路工事で、ボゴン人が地球を破壊してしまう。この時、銀河ヒッチハイクガイド現地調査員のフォードと地球人のアサーデントとは、何とか地球を脱出できた。後のシリーズ作品、宇宙の果てのレストランで、生命の意味が知れ渡ることで、自分たちの仕事がなくなることを恐れた、精神科医と哲学者の組が、 地球を壊すためにボゴンビを雇ったことが判明する。テレビのトーク番組に出て疑問を明かすことになったハツカネズミは必死になって疑問を発見しようとした。惑星マグラシアでのアーサーデンと一行との話し合いでハツカネズミのフランキーとベンジーは究極の疑問をアーサーの脳から抽出するという計画を明かした。そのためには脳を取り出して サイの目に切らないといけない、と聞いたアーサーは、計画に反対し、寸でのところで無事に逃げ出すことができた。本当のことがわからないので、二人のハツカネズミは、トーク番組で話すための疑問をでっち上げることにする。議論の末に決まったのは、ハウメニーローズマスト、エーマンウォークダウン、人間が歩く、道の数はいくつという疑問である。これは、 ボブ・ディランの有名な公民権運動の歌、風に吹かれての一行目。却下された疑問の一つ、黄色くて危険なものなーには、作者アダムスは答えを明かしていないが、答えは、サメが群がるカスタードである。しかしこれは、地球を破壊した、ボゴン人の黄色くて危険な宇宙艦隊への言及でも、ある。シリーズ第二作、宇宙の果てのレストランの最後で、 最後の地球人となったアーサーは自分の無意識から疑問を発見しようとする。コンピュータ母体の一部であるアーサーは内部に疑問を保持している可能性が一番高いのだ。アーサーはスクラブルの容量で袋から適当に文字盤を取り出していった。その結果、出来上がった分は、ホワットドゥ t i ゲット u フユーマルタプライ i x 9 6×9 はいくつになるかだった。 重心法では69イコール54なので、この問いは宇宙はヘンテコで非合理なものだということを含意しているのかもしれない。とはいえ、これが本当の疑問だという証拠はない。結局のところ、アーサーは巨大で複雑なコンピュータ母体、地球の極小の断片でしかないし、その地球も計算を完了する5分前に破壊された。あと5分で、 正しい高等式67イコール42を導き出した可能性もある。アーサーとフォードは太古の地球の猿人間が銀河系中心部からの移民であるゴルガフリンチャム人にとって変わられていることにつく。アーサーがゴルガフリンチャム人の子孫だとすれば、アーサーの頭の中にあった疑問が不合理であることの理由になり得る。ラジオドラマ版では、このシーンは最初のシリーズ、 第6回に登場する。アーサーは疑問を発見して、次のように言う。僕はいつも言ってたんだ。宇宙には基本的に何か欠陥があるって。第2巻、宇宙の果てのレストランの冒頭には次のように書いてある。そしてその次のページにはこう書いてある。第3巻、宇宙クリケット大戦争、現代、イコール生命、宇宙、そして万物の最終章。 エピローグ、生命、宇宙、そして万物で、アーサーたちは、プラクという男に会う。プラクは、自白剤の飲みすぎにより、真実を、真実のみを語り、真実以外の何者も語らなくなってしまった男で、ある。アーサーが、究極の答えについて尋ねると、42、そうだ。それは、正しいと言って、究極の答えが、42であることを肯定する。プラクによれば、 究極の問いと究極の答えは相入れないもので同じ宇宙で両方を同時に知ることはできない。もしそういうことが起こったなら宇宙ははるかに奇怪で不可解なものにとって変わるし、これはすでに起こってしまったのだという。ただし、プラクはそれには若干の疑いがあると付け加えている。プラクはアーサーたちに神が動物に対して残した言葉を探してみるように言う。 アーサーはこの言葉が究極の問いと何らかの関わりがあるのではないかと考え、第四巻のラストで言葉を探しに行く。しかし、言葉は究極の問いとは関係なかった。神が残した言葉は、すまん、不都合なことばかりで、この言葉は建設現場の看板などでもよく用いられる文章であり、お役所用語の一種でもある。ある意味ここで答え、 42と問い、生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問は揃ったとも考えられる。最後の地球人である娘ランダムが、とある42号室で自分の居場所はどこだと問いを発し、その後その部屋から出る機会はなかった。ランダムの本当に聞きたかったことはおそらく人生における居場所だが、そんなものは具体的なものとしてあるものではない。 ことにタイムマシンやら無限不可能性ドライブやらが存在するようなの中ではなおさらだとトリリアンも言っている。一方、ちょうどその時ランダムがいた場所そのものは42号室である。ランダムの問いにトンチで42号室と答えることは可能である。日本語役者、風見淳がシリーズ第二巻宇宙の果てのレストラン後書きで紹介しているように佐藤義明が 退治しない文学、英語青年1982年9月号で、議員がヒッチハイクガイドついて触れている。この中で、佐藤義明は、42話、カート・ボネガット・ジュニアの小説、タイタンの幼女のパロディではないかと指摘している。タイタンの幼女では、トラルファ・マドール星人が、自分たちの存在意義をコンピューターに尋ねるシーンが出て、来る。このコンピューターが弾き出した答えは、例。 すなわち、存在意義などない、というもの。作者のアダムスが42を使ったのは、銀河ヒッチハイクガイドが最初ではなく、その前に BBC のラジオコメディ、バーカスウェイというスケッチを書いている。これは、オリジナルである、ラジオドラマ版銀河ヒッチハイクガイドで、42の像が登場する14ヶ月前の1978年3月29日に放送された。 は、スペースも含めて、文字を数えると、全部で42文字である。質問と答えは、スペースと、ハイフンと疑問符を除けば42文字であり、含めれば 6×9 の一般に正しいとされる答え、54文字となる。映画版パンフレットによると、続編で神が残した言葉、すまん、不都合なことばかりで、と、神は言ったも、スペースとカンマを入れれば42文字である。 あとに、6×9 は10新法では54だが、13新法では42になることが指摘された。ダグラス・アダムズは作品を書いていた時には気がついていなかった。そしてしばしば引用されるように、誰も13新法についてのジョークなんて書いてないよ。僕は全く惨めな奴だけども、13新法についてジョークを言ったりはしないんだなどの言葉をざんている。とはいえ、 アーサーが使ったスクラブル版は一辺が13マスからなるものであることに注意すべきである。実際のスクラブル版は15マスからなる。このような違いは作中4つあることになっている Y のコマが実際のスクラブルのゲームでは2つであることにも共通する。ディープソートは演算順序の問題を抱えていたのではないかというプログラマのジョークがある。つまり例えば、 69イコールイコール54とすべきところを69イコール1プラス 5×8 プラス1イコール42としてしまっため究極の問いが69でなく67になってしまったのではないかというジョークである実際のコンピュータプログラミングでもマクロ展開の際にこの手のバグを組み込みがちである例えば下記の C 言語で書いたプログラムではスをナインを八一として マクロを定義し、69を計算している。プログラムを実行するとコンピュータは42という値を返す。なぜなら、69は1581と展開されて、加算より乗算が先に計算されるからだ。このような結果になる原因は、マクロが論理的に展開されるのではなく、文字列として展開されるからである。アスキーで42は、アスタリスクである。 アスタリスクは、グロブ、W、グラブにおいて、任意、イコール万物の文字列と置き換えられる、ワイルドカードによく用いられる。このことも、万物についての答え、とも取れる、クリーネヘイツツミと混同しないように。42は、イギリスを代表する、児童文学、不思議の国のアリスの作者ルイス・キャロルが好んだ数字で、作中で何度か使用している。そのためアダムスは、 銀河ヒッチハイクガイドの中で、生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えを42、としたのはキャロルへのオマージュではないかと指摘されたが、本人は単なる偶然の一致として否定している。しかし、銀河ヒッチハイクガイド作品中に出てくる表現や、描写は、不思議の国のアリス作品中に出てくるような表現や、描写によく似た部分が見受けられる。 アダムス本人はそのいくつか認めている。マービンは人間の心の中を読めるので、アーザーの心を読んで究極の問いを知るよう求められたが、マービンが答える前にハプニングが起こったため、結局マービンは究極の問いを皆に教えなかった宇宙の果てのレストラン。またシリーズ第3作、宇宙クリケット大戦争で、 宇宙最高の思考力を持つロボットであるマービンは生きたマットレスであるゼムに何でもいいから数を上げるように言う。ゼムは数を言い、マービンは違います。そうでしょうと返事をする。マービンは自分の頭脳は惑星規模だと何度も言っているので地球が何を考えていたかを発見したのかもしれない。宇宙船黄金の心号のコンピュータであるエディも何でもいいから 数を上げるように言ったが、船内の地球人からは無視された。エジプトの死者の書に出てくる神の数は42である。15世紀半カバに初めての活版印刷本として出版されたグーテンベルク聖書は1ページが42行で、組まれているため、別名42行聖書と呼ばれている。第二次世界大戦において、連合国が数軸国に対し、 大々的犯行に成功したのが1942年であり、その年号は西欧人にとってはおなじみのものである。つまり勝利の意味の可能性もある。一般的プログラム言語には文字列に対して特定の決まった値を返す機能が備わっており、それはリスト整列と検索のため使われている。地球が苦し紛れに出した答えが地球のアルゴリズムで計算したの。 ハッシュ数であったのかもしれない。69イコール42は、日本語で、死に42と、ロック69に分かれる。つまり、デッドロック、デッドロックという、日本語と英語を合わせたジョークであるとする説もある。理由としては、この宇宙は、陽子、中性子という、素粒子のデッドロックに置かれた状態の集積だからで、ある。人生についても同様。 人生の最後は、老人ホーム化、合詞、つまり、デッドロックである。相対性理論の最も基本的な回、ドジッター回の数値解析を量子方程式で行った場合、2回ビッグバンが起こるのが42、ステップ目であることから来ているのかもしれない。この場合、宇宙は101、101、101のグリッドに分けられた場合である。2回ビッグバンが起こるというところが目新しい。 42の英語である42の最初の t を b に変えると、方外2となり、ユダヤ人という因語になる。ネイティブにしかわからないジョークであり、キリストとアインシュタインを意味しているのは当然であろう。モンティパイソンのメンバーだったジョン・クリーズは以下のような仮説を唱えている。クリーズがグレアム・チャップマンと一緒に書いた司祭の説教に関するコントで、司祭が 神の怒りが世界を焼き尽くすという歌である3歌四42番を歌わせようとして終わるものがあった。チャップマンがダグラス・アダムズと一緒に仕事をしていたので、このコントを見ていたのではないかというものである。銀河ヒッチハイクガイドの20周年を記念した BBC のラジオ4のインタビューで作者のダグラス・アダムズがなぜ42を選んだのかを解説している。 インタビューでアダムスは次のような趣旨のことを答えている。モンティ・パイソンの一人、ジョン・クリースと仕事したことがある。その時ジョンは延々計算した挙句にやっと答えを出す、ダメな窓口係のジョークをやっていた。ジョンはその答えが、全く意味のない平凡な数字でないと面白くないと言い出し、結局答えは42になった。 究極の答えが3や7といった意味ありげな数字だと面白くないので全く意味のない平凡な数字を選ぼうとしているときにこの件を思い出しこれはうってつけだと思って42にしたこのインタビューはその要約が川で処方版銀河ヒッチハイクガイドの後書きに再録されているまた銀河ヒッチハイクガイドの CD テレビ番組の DVD ではなく ラジオ番組を録音した CD r o m 8枚組のセットの方に収録されている。ただし、アダムス自身が記憶が曖昧で本当にそうだったかはわからないとも言っている。ニール・ゲーマンの本、パニクルナには作者ダグラス・アダムスの手紙が公開されている。旧生命、宇宙、そして万物の問いは何ですかエイアーサーデントが探している本当の問いがわかった。 それはこれだ。この文章が複合できたら、そしてこの文章が書かれている言語の入門書を誰かが送ってくれたら、いつの日か皆に教えるよ。作者ダグラス・アダムスのファンのニュースグループに作者本人が以下の内容を投稿している。マーク・ J ・チャーカスは書きました。私はこのグループに入ったばかりなので、初歩的な質問をお許しください。なぜ答えは十二なんですか ダグラス・アダムスはこれについて何か説明していますかこの答えはとても簡単さ。ジョークだよ。普通の小さめの数じゃなきゃならなかったんだ。それでこの数を選んだ。二進数だとか十三進法だとかチベットの僧侶だとかは全くのナンセンスだ。僕は自分の机に座って庭を見つめ四十二でいいなと考えてタイプしたんだ。これで話は終わり。 コンピュータに42を答えさせるというのは英語圏プログラマのチャメッケである。Google の電卓機能は The Answer to Life the Universe and Everything や t n e s e r to the Ultimate Question of Life the Universe and Everything の計算をサポートしており、Google の交流とともにこの冗談機能の存在も日本で知られるようになった。なお、おそらくは偶然の一致だろうが、 銀河ヒッチハイクガイドの25章でディープソートは光と独創の第7銀河にあるグッケルプレックススターセンカーなるコンピュータの性能をデンタクレルだとけなしている。グッケルプレックススターセンカーはダングラバットベータ製の5週間の砂嵐における砂人の軌道を一粒残らず計算できるほどのマシンだがそれを聞いたディープソートはビッグバンの際の 全原子のベクトルを決定できる自分を、そんなマシンと比較するなと、冷ややかに答えている。作中でディープソートに750万年もかけてこの答えを出したことを思うと、この問題を特に際しての Google の計算は、驚異的に早い。Google が42を計算するのに要する、驚異的な速度は、Google の方がディープソートよりも優れているという、 Google 関係者のメッセージであるとする説もあるるる。とす説も日本語版の Google でも、生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え、生命、宇宙、そして万物についての答え、生命、宇宙、その他もろもろの回答、生命、宇宙、その全てに対する答え、生命、宇宙、すべての答えなどと入力すると、42と返ってくる。 1988年に、カーネギー・メロン大学の卒業生、フェング、春秋やマレー・キャンベル等が、チェスチャンピオンのガルリ・カスパロフを破るために作った、コンピュータの名前は、ディープ、とである。これは、銀河ヒッチハイクガイド中で、42を計算した、コンピュータと同じ名前である。しかし、ディープソートはカスパロフに敗北した。そこで、IBM が、 ディープソートの後続機を開発する。このコンピュータの名前はディープブルー。銀河ヒッチハイクガイド中でディープソートが設計したコンピュータ、地球はディープブルー、深い青の色の星である。また、IBM のコーポレートカラーであるブルーから取ったものとも考えられる。このディープブルーはカスパーロフを破り、世界で最初に人間のチェスチャンピオンを破ったコンピュータとしてその名を、 歴史に刻むこととなる。ディープブルーは IBM 版ユニックスである X という OS を使用していたので、それ以降 IBM は銀河ヒッチハイクガイドと絡めて X を宣伝している。例えば X 並列環境のヒッチハイクガイドを書いたり、プログラムの例文に銀河ヒッチハイクガイドを使ったりしている。2008年に発表された生態系シミュレーションゲームスプアにも オマージュとされる部分が見られる。ゲームの流れとして、プレイヤーは単細胞生物を設計し、生物上陸や道具の発明、文明の形成を経て、自作のクリーチャーを宇宙船に乗せて銀河を探索することができる。プレイヤーは銀河の比較的は尻尾からスタートするが、作中で何度も銀河の中心に特別な何かがあるとほのめかされるため、私的好奇心や、 努力などにより、銀河の中心に到達することができる。銀河の中心に到達すると、42というアチーブメント、XBOX における実績のようなものを獲得する。また、初めて銀河の中心を訪れた時に見られる、イベントでは、太陽系の第三惑星でお待ちしておりますというメッセージが見られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。